にちは、ごきげんよう、お元気ですか皆さん。前回はショート動画のプードルの修正をしました。で今回は猫ちゃん、ショート動画の時のがまだ持ってます。でお顔を見て可愛くできます。でこれをやります。でね、これね、尻尾に余ってるの。猫ちゃん尻尾余らさない。だからなんぼこれ前回のプードルは15センチ残してこれができた。だからもう少し短く10センチでいいかな。10センチ残してみよう。でまず口結びは長く取ってください。もう少しだけアップします。はい、口結びは長い目 ね。でそして最初に3本ぐらいかな、これはちょっと空気をキュッキュッと送っておいて、これを2つ、回転数が足りない。そしてここに顔の部分なんぼ4本ぐらいこうなります。でここで通して、これが顔ね、指だからちょうど4本分ぐらいかなの顔になってます。寸法で言えばね、そう7センチぐらいかな、ほんと、7センチぐらい。こうして自分の指が何センチあるのか、7センチそしてもう一つ、じゃあ同じ大きさを作って、これの出ている口結びが出てるこっちから入れるとね、これが戻ってしまうから反対こっちからね、出てる方の反対からこれをくぐらせます。ここきっちり詰めて、そしてこの口結びとこれをここの先からワープしていきます。キュッと、そしてはい、ワープして、これをまだもう少し、もう少し足りない。と、ワープして、そしてこれ耳ね、顔の下でこれをくくってあげる。で、くくるのが難しい場合は何回か回して絡めてあげる。そして中心、ね、顔の真ん中あたり。で、どっちが表になるかはまだ決めない。そして、
ここに首の部分を2センチぐらい、3センチ、小さなボール、スモールボール、2.5 あります。で、ここから、はい、もう普通に足。はい、2つ。で、こうして、2つ。はい、電話だ。メール。こうして、適当に長さで、また足、ちょっと足短かったかな。後ろ足、尻尾が長くてもいい。猫、あ、ちょうどなくなりました。で、猫の尻尾で、これでは後ろに。猫でね、歩くときにね、お尻尾をピーンと上げるんです。それを表現したいなと思って、ここに。ピンチツイスター1個入れます。つぼみそ。小さすぎたかな。よし。あ、潰れた。やり直し。で、このピンチツイスターをこうすると、あれ、尻尾が上に上がります。で、そうしてこのピンチツイスターを腕上に上げたので、猫の尻尾がピンじゃなしに動きをつけてあげます。 SS 字。2つ。1、2ポイントで。にょ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 
動き。っていうペース。お顔を描きます。で、これもね、かわいい。ここはね、僕、結構、なんとか、いけそう。
こんなんか分かるかな。でここにね、猫のおしっぽの下、小さくね、猫でね出すことがあるんです。うわ、はみ出た。赤く小さく描きます。そしてこれも一緒で、こういうふうにみんなの方が向くようにね作ってあげます。どうしよう、アップがいい。よし、こうで振り向いてるという感じ。あとはここまたねピンチツイストにして顔を起こすなり、息を加えるなりね、猫とうつむいたまま、歩いたまんまキュッと横向いた状態を、ここでは今出しておきます。じゃあこういうことでまたお会いしましょう。次はジラフ、キリンやりますね。はい、それではバイバイ、バイバイ、バイバイ。